期間直後のシェパード・アラン・バートレッド・シェパード・ジュニアは、アメリカ合衆国最初の宇宙飛行士、マーキュリー・セブンの一人、アメリカ初の宇宙飛行に成功。アメリカ海軍の軍人、海軍少将,将、ニューハンプシャー州デリー生まれ。1950年から海軍のテストパイロットを務め、海2 h や F3H、海 8U 等の各種新戦闘機のテスト飛行を行った。 その後、シェパードはアメリカ航空宇宙局に参加を求められ、ライトスタッフと呼ばれた宇宙飛行士となった。1961年5月5日、マーキュリー計画のマーキュリー3号でアメリカ人として初めて宇宙へ出た。ただし、その飛行は15分28秒の弾道飛行であった。さらにジェミニ計画、アポロ計画に参加、アポロ13号に登場予定だったが、 中次炎の悪化で延期になり、1971年2月にアポロ14号に船長として登場し、月面に降り立った5人目の人類となった。なお、この時のシェパードの年齢は47歳で、月面を歩いた人類としては最高齢だった。またこの際、月面でゴルフをするというパフォーマンスを行ったことは有名である。シェバードは海軍少将で退役した後、 1998年7月21日に74歳で、おっした。ありがとうございます。